humans. こんにちは、ブルーボスです。本日もね、バイオハザード4やっていきましょう。と前回ね、レオンじゃないや、2周目をスタートして、で、ロケットランチャーとシカゴタイプラウトを手に入れながら2周目クリアしていきましょう。そういうノリでね、始めさせていただきました。で、そんな中で、チャプター1の位置をクリアしたんですけど、リアーが、100万なかったっちゅうことで、とりあえずこのパートでおそらく今から100万貯まったと思いますんで、まずはロケットランチャーをね、打ちかましたいと思います。うん。いやね、ロケランの旅とか言っておきながらね、ロケランシカゴの旅とか言っておきながら、一個もロケランとシカゴタイプライターが出てこないから、どないなっとんねんというツッコミをね、いただきましてね、ありがとうございます。うん、自分が言ってるだけなんだけど、誰もツッコんでくれない、自分でツッコんじゃう。で、今、筋トレが終わった後なんで、ちょっと母言ってるかもしれないですけど、ちょっとプロテイン飲みながらね、のんびりとさせてもらえたら。3月の終わりにさ、バルクスの山本監修してる山本先生っていう人がいらっしゃって、その人が監修してるね、プロテインで、ソイプロテインがあって、これまでソイプロテインって飲んでこなくて、吸収がいいホエイプロテインをこれまでずっと飲んでたんですよ。で、まあ、ソイプロテインの方が、ホエイプロテインよりも、単価が安いっていうことでまとめ買いをして、普段、お昼ご飯の時とかね、だから会社でお昼食べる時とか、それから、まあ、休日なんかでもお昼ご飯とか、まあ、夜ご飯、まあ、間食の時間帯かな、3時とか4時とかに晩ご飯食べるまでの間で空腹を満たすっていうので、こう飲むようにして、なんか、あれ、ちょっと、うまく出せない。あ、いけた、いけた、OK、うん。っていうので、ちょっと、ソイプロテインも飲むようにしてみたんですよね。ごめんなさい。そう。で、まあ、今、マンゴー味が、ね、マンゴーが結構、フルーツとして好きなんで、食べてるんですけど、マンゴー、プロテインは食べない。マンゴー飲んでるんですけどね。まあ、これが意外に結構うまいんだけど、いかんせんね、使ってるシェイカーが、やっぱフラットの底になってるやつだと、毎回振らないと、なかなかね、うまく、なってくれないんだよね。うまく、溶けてくれないっていう、これがちょっと難点ですよね。ホエイプロテインで、それはならないんで、まあ、100万貯まったから、とりあえず、シカゴとロケットランチャーで悩むところなんですけど、まずはやっぱりね、バイオといったらロケラン？だから、ロケランをね、買おうかなと思いますね。普通に喋るのに夢中になって、自分が100万貯まったことに気づいてなかったっていうね。そうそうそう。OK。まあそんな感じで、進めていこうかなと思います。で、まあそれはいいんですが、そうそう。だからプロテインで、だからホエーと、ソイの違いって、やっぱ吸収のスピードが違うんで、腹持ちがいいのは間違いなくソイなんですよね。ホエーは吸収が早いから早くエネルギーにしやすいっていうので、まあ60分前とか、筋トレする60分前とかに飲んでおくと、まあ非常にいいみたいな話があるんですけど、ソイってもうちょっと間開けなきゃいけなかったりするのかな。ソイについてあんまりちょっとね、詳しくね、調べられてないってところがあるんで、おい、来た。ちなみに構え方がね、単発のロケランと、この無限ロケランってね、持ち方が違うっていうね。これ今肩に背負ってるじゃないですか。で、単発のロケランの方は、後ろに背負ってる感じになるんでね、担ぐんじゃなくて後ろに背負ってるって感じでね、さあ、こっから、だから、使うんですよ。跡形もなくね、肉片も残ると思うなよっていう感じで、俺から来てる。うるでぃ。あ、残しちゃった。爆発物には爆発物ってか、負けねえぞ。出てきてる。うる。あいつらどっから湧いてきたのよって話だよね。やばい、慌ててる慌ててる。こいつら慌ててる。いや、やっぱ気持ちいいね。これでも敵を一切寄せつけないというね。で、あ、爆発物。あー、ちょっと奥行っちゃった。あー、でも、あー、行って行って。オッケー。そうそう、爆発物には爆発物でいらっしゃる。オッケー。ちょっと、見えてるかな？なんか、オッケー。あ、飛んでたね。飛んでたね。綺麗に飛んでたね。あんまりでも早く倒しすぎるとね、ほんとアイテム回収の時間が追いつかなくて消えちゃうっていうことがめっちゃ来てる。誰かにぶつけて、どう？あー、でも落ちちゃった。もうちょっと、あっ！よかった。ロケランだからさ、ダメージを食らったら、やり直しとかっていう縛りプレイとかを設けようかなと、実は、こそっと思ってたけど、設けてなくてよかった。設けてたとしたら、今もう、
ゲーム終了のお知らせだったからね。せいぜい。だから腹持ちがね、あのプロテインいいからね、細いプロテインの方がね、まあそんな感じでね、あの、のんびりしてますよ。筋トレはね、大事。本当に。まあ、毎回話してるけどね、筋トレ大事っていう話はね。ああ、今日はでもね、珍しくね、足しばいてきた。足はね、やっぱり怖い。本当に。だから腕と胸のトレーニングが好きなんですよ。で、腹筋も、その、あんまりあのやり始めの頃は好きじゃなかったけど、でもやっぱやったらやったで気持ちいいし、なんか腹筋ってみんな突き込んであんまりやるような筋トレじゃないから、ここで差がつけられるんだろうなと思って、その何ていうの、脂肪とかを落とすってなれば間違いなくその腹筋じゃなくて、どっちかっていうとデッドリフトやったりとか、あのスクワットやったりとかの方がいいんですよ。そっちの方が脂肪が落ちるし、消費カロリーが多いから脂肪が落ちやすいんですよね。で、あのそれはいいんだけど、でもやっぱりあのくぼみをつけたりとか、ね、腹筋をはっきりと見せるっていうことを考えると、まあ、 あの腹筋の方をきちんとやった方がいい、こういう話なんですね。で、その腹筋をまあ、 あのやって、まあ腹筋じゃねえですよ。で、まあ胸とね、あの腕が好きなんだけど、今日はちょっと足をしばいたっていう日で、足がね、スクワットがね、やっぱりね、あのフリースクワットでやるのかスミススクワットでやるのかっていうと、うん、重さを上げるのってやっぱりスミスの方が、その、あ、重さじゃない、回数上げるのってやっぱりスミスの方が上げられるんだけど、そのいかんせん上げるその角度とかっていうのが固定されるものになるんで、スタンスがちょっと合わなかったりとかすると、あのもうその時点で終わりだから、スクワットに関してはね、フリーでやった方が実は上がるんじゃないかなって思うんだよね。多少その形が悪かったとしても、その代わり怪我をしてしまうリスクについては、そのスミスよりも普通のスクワットの方が上がっちゃうんだけど、まあでも結局筋負担、なんて言ったらいいんだろうな、まあ筋肉を上げる、増量していくってなったとしたら、やっぱ普通のスクワットやった方がいいのかなって思うんだよね。まあでも毎回そのアップをやりながら、これを今からあの2倍3倍の重さ上げるんだっていうことをなんか想像するとね、また毎回こうなんか精神統一くらいをちょっとしないとゾッとするんだよね。足が一番しんどい。あの足のねトレーニングってちょっと下手したらすぐに酸欠を起こして、なんか気持ち悪くなって、なんかその後のあのその日に一緒に他やろうかなと思った部位のトレーニングとかにもね、大いなる支障をきたしてしまうっていうケースが結構ね、僕個人あるんで、まあ他の人ももしかしたら皆さんあるのかもしれないけど、そうなんだよね。だからね、それがね、いやー、まだまだちょっとね、あの自分を鍛え上げなきゃいけないなっていう、心と体の弱さ、両方が出てくるということですね。うん、まあ、プロテインを飲みながらね、頑張りますよ。ちょっと今移動シーンなんでね、ちょっとプロテインの。下手くそだったね、今ね、完全に打つのがね。まあ、ちょっと壊れてた。あのロケランね、威力最強なんだけど、やっぱちょっとミスるとね、あの、外してモーションが大きくなったりとか、反対にその自分がね、構えてるところとかっていうのを、あの自爆しちゃったりとかっていうのは、そこら辺やっぱ注意しなきゃいけないよね。まあ、敵にとっては恐ろしく脅威なんだけどさ。これ向こう側に敵いるけど、この視点でポーンってやって敵食らうのかな？まあ、あんまり関係なさそうだけど、うい。え、これ。こいつらまだ狙ってない。じゃあ、直接。え、オッケー。生きてる。あ、いるね。いえいえ。はい。あのね、今ね、直接ぶち込もうかと思ったけど、あの、意外とね、見えない壁に阻まれてね、で、自分が吹っ飛ぶっていう可能性があるから、ちょっとそのことを怖がってね、やらなかったですね。あ、もうすでに割れてる。じゃあ、こっちに打ち込んで、で、奥も打ち込んで、これでまあ普通に、あれは見えない壁が、まあ、壁普通にあるか。で出てくる。いや、なくなってますね。お亡くなりだね。オッケー。来るか。で、ライで、時々ね、なんか あれでね、なんかものすごいなんかグリャ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 ってなるからね、気をつけなきゃいけないんでね。じゃあハンドガン拾って、おお、来てた。あのね、
イヤホンまたねしてないんだよね。だイヤホンしてないから、あのある種その縛りプレイなんだよね。サイレントモードみたいな感じでやってるから、聞いてるかどうかがわからないから。あ、やっぱりあれだね、普通に敵生きてるんだ。あ、普通に爆風が届かない範囲になってしまってたのか、ちょっとわかんないけど、仮面ゲット。 OK、 じゃあ行きましょう。いやー、サクサクっすね。多分樽の中にあったやつ、あのそのまま中身ごと爆風でボーンってどっか行っちゃったんだろう。シャッ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 、オッケー。で、ここにいる敵もぶちのめして、あー、ドボンしたねこれね。で、こっから、あー、やっぱりね、血が。で、ここでドーン、オッケー。この魚さ、ランカーバスとかブラックバスとかさ、普通に食ってるけど、なんだろうな、大丈夫なの？川魚って結構寄生虫とか危ないと、しかもこんなところにいるやつだからね、アニキスとかなんかそういうのやばいんじゃねって思うけど、まあ、そんなの気にするあれじゃないよね。まあ、そもそもあれだ、もうこのレオンの中には寄生虫がいるからあんまり関係ないのか。テロリストの犯行現場みたいな感じになってるからね。はい。じゃあここで、ドン、ケイ、命は大切に、準備は平時に、とどめを刺すときは一瞬で、ケイ、これで落ちるスピードの方が速かったら終わってるよね。臭い、どんな匂いするんだろうな。あんまっていうか絶対嗅ぎたくない。じゃあもう間もなくね終わりますんで、このチャプターがね終わったら一旦区切りたいというふうに思います。なんか飛んでったりはしてないかな。なんか痛いような気がしたけど大丈夫かな。どっかに潜んでるであろう村長に向けて撃ったんだけどね。これで食らってたら面白いんだけどな。で、あのボス戦がなくてもうなんかすでに倒れてて、ウェーとか言いながらギガンブエロンってなったら面白いけど、まあ、そんなこともあるわけでもなくだね。はい。ということで、ここでアイテム拾って、これ村長の部屋なんだよね。村長の部屋さ、こんなさ、なんか2箇所からさ、あんな簡単なやつでさ、村人普通に入り放題なんじゃねえかと思うけどね。さてと、じゃあここで、あれ？これは、あ、ちちちち、読まない読まない。メモというか、村長のあれだよね。なんか愚痴日記みたいな感じだよね。じゃあここで、村長ね、ハンドガンの弾使って何しようとしてたんだって話だけど、じゃあここ区切って、はい。ということでね、もうムービーになりますんで、この辺りでパート区切って終わりたいと思います。どん。ずっとここで立って待ってたってことだよね、村長。この図。だって別に隠し扉があるわけじゃないもんね。暇だなぁ。暇してるわ、村長。うん、お前のその目、カラコン入れてんな。俺と同じ目をしようんで。はい。ということでね、本日も最後まで動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。こんな感じでゆるーくね、実況兼雑談やってますんで、また次回もね、お楽しみいただけたら嬉しいかなというふうに思います。ということで、また次回のパートでお会いいたしましょう。チャンネル登録ボタンとね、高評価も押していただけたら嬉しいです。ということで、お疲れ様でした。Same Brett! バイバイ!